はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。カップ戦のデッキが組めるようになったので作ってきました。一応今回紹介するのは混合転結、あとリトイルデッキかな。まあ今回のカップ戦もいろんなデッキを作れるんじゃないでしょうか。僕は今回この3個のデッキを紹介しますが、まあ組めるデッキといったら、あとシアン、カミタン、マタン、あとトゥールラ、ここら辺かな。まあいろいろ組めます。なんかトゥールラとか、なんだっけ、フェールノート、あとヒプノス、ここら辺がなんかコスト30とか40とかにバカ上がりしましたけど、まあさすがにコスト25だったら使ってる人もいたと思うんですけど、コスト30になったら使わないですよね。ただですよ、ただ一つ僕が許せないことがあります。なぜこの前までコスト25だったシアンがコスト22に下がってるんですか。シアンもコスト30、いや40でいいでしょう。使えちゃダメなんです、カップ戦でシアンを、と僕は運営さんに言っておきます。今からでも遅くない、どうにかしましょう。はい、ということで、そんな前置きは置いといて、僕が、初戦に使うデッキはこれです。混合祭りと乱体をぶち込むっていうね、狂気の沙汰、もう火力が正義です。まあランドタイラント引いとけばどうにかなっちゃうんです。そしてまあ一番懸念すべきはロックかな。ルキアがコスト10なんでワンチャン入れてくる人はいると思います。ただ今回の、あの前回のカップ戦の駒が、暗黒の駒か、あれなんて読むのか忘れたけど、唐揚げみたいな駒、あれがコスト5なんで、あ、ってことは暗黒竜もいますね。その感じで、まあ暗黒竜の A 駒がコスト5なんで、まあ基本ね、皆さん S3 枚とかにして、あとはコスト8の駒を詰め込むか、まあ S 駒2にして、コスト9、10の駒を少し入れるかっていうような感じで、まあコスト10のルキアはそんなに入ってこないんじゃなかろうかと思ってくるけど、まあいないわけじゃない。そうなった時に、この、ムーニアすぐ釣られます。確かね、ロック下が3枚くらいしかなかったかな。うん、そんな感じがします。なので気をつけなくちゃいけないっていう感じで、この試合は、アラジンとグレムリンをつないで終わりかな。うん、グレムリンもスキルが打ちやすくなったんで入れていいと思います。コンボがちょっと発動しにくい、60敗以下っていうのがあるんですけど、うん、スキルがね、自分の駒が1枚でもあれば発動できるんで、これはナイス。まあ、あとはオーラ引くだけ。はーい、ジジー。はーい、対戦よろしくお願いします。まあ時間的にいつもの動画の尺を考えたら、3つのデッキを作ってきましたが、まあ、1戦ずつで終わると10分下手したらしないで終わるかもしれないっていうことで、2戦ずつしていきたいと思います。このヴィーナスは今回コスト下がっても、あ、下がってるのか、わかんない、下がってたかな、マカミとかが下がってるからワンチャン下がってるのか。でもコスト18ではない、19か。うん、まあ、神駒で言ったら、そう、トゥールラ、あと、コスト8だと、あの、雷撃と特殊カットできるアスリーン、ミュナリス、あと、朝倉陽花、シャーマンキングコラボの、ここら辺が入ってくる。コスト18でね。で、コスト19の駒になってくると結構ある。で、その中で、やっぱ皆さん使うだろうっていうのがマルドゥークかな。うん、カップ戦って、やっぱり結構、カットのね、駒が優秀なんで。で、結構特殊ばっか出すのが多いのかな、今回のカップ戦。まあ、暗黒竜が来たらダメか。まあ、それ以外の、やっぱりトゥールラとかそういう紙デッキ寄りの駒はカットが効いてくる。まあ、それをね、マルドゥークのインパクトで剥がすって、これができたらね、いいんじゃないでしょうかと思ってます。だから、マルドゥーク使う場面も来るんじゃないかな、と、僕は思ってるので、次から使う、まあ、紙デッキ、まあ、転結、
まあ、多分点結は使わないかな、リトイル使うかな、まああのどっちか、もしくはネタに走ったデッキを使いますが、でもネタデッキがねまだ考えついてない。前みたいにアレスとか、そうですよ、アレス使ってたんですよ僕は。コスト25でもギリギリしょうがないと思って、アレス使いたいから罠デッキでこういう紙デッキを分からしていこうと思ったんですけど、今回アレスのコスト見ました、30ですよ。なんでアレスが30になるんだよ。まあアレスが30になったのも妥当だと思う人もいるんでしょうけど、僕個人の意見ではアレスを30にするんじゃない、シアンを30にしてくれ。いいじゃないか、アレスリペアがいたって。シアンもまあアレスもいてほしくない人はいてほしくないか。じゃあしょうがない、もう甘んじてアレスの30は受け入れましょう、シアンも30にしてくださいということで、これどうすんのお相手さん。右、おーっと、バイセって入るんですか。まあ、お相手の体力も低いからちょっとコスト上がってる駒を入れてるのでしょう。クロケルとアラジンとマルフィーザか、どれ打とうかな。まあどれ打っても飛ぶんでしょうけど、まあ皆さんもあまり見たことがないこのマルフィーザから、いやマルフィーザを打ちたいと思います。なんて言ったってなんだっけな、サマーの駒かな、なんかこ駒の枚数10枚とか10枚以上か、10枚以上で 110% で、コンボもね12枚以上必要な駒なんですけど、入れる駒もなかったんで入れました。そしてお相手さん逃げるな、別にもうあとちょっとで終わるんだからいいでしょうが、もうちょっと見てってくださいよ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ということで点結使っていきましょうとは思うんですけど、まあまだ完成してないというか、僕異世界アラジンがいない時点で使わない方がいいと思っています。異世界アラジン持ってる人とかは全然点結使ってもいいと思うんですけど、コストが確か9だったと思います。うん、それなら入れる価値はある。しかし僕は持ってない、だからリトイルの方がいいんじゃないかと思っちゃってる節がある。ただ点結どうなんだろう、やっぱエルヴィン団長とかベクロとかが入れられないとそこまで強くないかもしれないが、まあ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 。でお相手さんはね、これ何神タン？でもムーニアが 1.3 倍リーダーのやつですから、ワンチャン混合の可能性がある。なくなった。このムーニアは多分月の半ばで透過させて 1.4 倍の方で使うんでしょうね、カップ戦の本番では。さあまあ代償したくないけどイリニア打ちますか、これ大事大事か。まあまあお相手さんはね、まあ、返してこないでしょうイリニアを。まあここでね、ファヌエル君があるから特殊ダメージを受けないと思ってるかもしれませんが、僕の手駒にはインパクトがあります。このインパクトで特殊カットを無効化させてお相手さんに分からしてやろうと思います。こんなもん引き強すぎる野郎が、いきまーす。これで次のターンもダメージカットされたところで朝倉陽を僕はぶちかましていきますよ。でマルドゥークの1800の特殊が入る、でアラジンも持っている、はい GG。 ミナリスが出てきたらやばいか、ミナリスだけが怖い。ただ神タンにねミューズも入ってるってことはあと1枚あって2枚、全然そこも入ってるじゃん。やられる前にやれってことですね、やりに行きます。さあこの特殊カットは無効にして雷撃ダメージも入れて、まあこれはシェムキリのカットぐらいだったら次アラジンできるかな、まあ、最悪お相手さん朝倉陽を返してくるんじゃないかな。嫌でしょうこのホーリーされるの、いくらミューズが効いてるからって。そう簡単には飛ばしに来れないと思いますよ。さあアラジンが来る、あれ違うな、オキクルミでした、間違えました。アラジンを持ってるのは僕です。4枚返しのアラジンで、雷撃ダメージも入って、で、マルドゥークのコンボが2400かな、2600でした。まあでもやっぱり神ターンはいるか、いるよな、ミューズコスト下がってるし。はーい GG。はーい、対戦よろしくお願いします。これが本当の神タンだな、神殴り。
ちょっと HP は低いような気がするけど、やっぱりこっちのムーニア使うのかな。コスト、ん？ 1.3 倍の方のムーニアは、コストが8って分かってるんですけど、こっちのムーニアもコスト8かな。まあ多分使ってる人がいるっていうことはそうでしょう。で、イリニアを初っ端から撃たれていく。まあ、神タンも全部が全部アタッカーにできないのかな。いや、できるか？できそうな気もするけど、コストが足りないか。全部アタッカーにするんだったら S2 とかって感じになると思うんですけど、コスト18の駒、S5 駒がそんな強い神殴りの駒がなかった気がするんだよな。確か、白亜だっけ？あの、代償を食らいながら通常の特殊ダメージ出すの。はあったけど、でも多分神タンに今回カップ戦で入れるんだったらミューズとあとフェールノートかな、うん、それは入ってきそうな気がする。で、入れれる人はあと1枚入れるか。 S2 が妥当なんじゃないかと思うな、うん、あとは B 駒1枚入れてどうにかするか。 B 駒も今回ロックがなければ、なんだっけ、1.1 倍オーラの駒が入れられるんで、まあそれを入れて、バフを盛るっていうのも全然ありだな。うん、強っ。そう思うと神タン火力高くありません？こんな最速ミューズされたらどれだって嫌だって。しかも、わあ、それも入るのか。そうか、なんだっけ、テンスラコラボの忘れちゃった。思い出せ、色で思い出せ、白白白白は、白狼か、そうだ、白狼だ。 1.3 倍なんだこれ。あ、チャージしてか。強くないこれ、やばいよ。まだあと2ターンもあるの、このターンと次のターンも。うん、やばい、ここでダメージ出されたら X に強い駒置かないでやめて。でも守護者は入らない。おーっと、ガラム。ただこの 1.5 倍ぐらい出たような気もするんだよな。まだ余談が許せません。一発殴られただけで僕の体力は多分半分ぐらい削られるでしょう。アラジンは入ってる。あとなんだ、入れれるんだったら金色アラジンもいるか。まあ、何にしろ2枚返しされるの嫌だな。おーっと、ここでもまた B 駒。ありがてー、手駒が事故ってくれたのでしょう。これどうする、もうつなげちゃうか。よう、ヨウくんつなげてダメージ出して、次陣雷で飛ばす。飛ばせるよね。4600だったら多分飛ばせる。ただこれ3枚返しあるんだよな。で、オーラ引いてて、ミューズ引いてて、3枚返し。これ S5 まで終わるんじゃない？危ねえ。アラジンでもちょっと危なかったな。だってこんな火力でしょ？カットなかったから。いや、もうちょっと防御の駒入れた方がいいのかな。と、神タンと戦って思いました。やっぱりミューズ1枚で神タンの火力はおかしくなりますよと。カップ戦でも、はーい、対戦ありがとうございました。ジジイ。はーい、ということでやっていきましょう。リトエルです。 S3 リトエル。まあ、今回はマルドゥーク、朝倉陽、あとヴィーナス、アイドルヴィーナスですね。まあ、これでやってますが、まあ、アイドルヴィーナスはコスト19の駒なんで、別に何度書いても、うん、全然いい。自分好みの神駒も、うん、神駒を入れましょう。一応神タンでリトエル作ってます。どうなんだろうな、マゴマとか入れた方がいいのかもしれないけど、ただコスト的にいい駒で編成するんだったら、リトエルプラス S 駒を2枚にした方が、マゴマも入れやすいかなとは思います。基本リトエル以外の駒はコスト8で編成してるんで、持ってない駒は入れてないですけど。うん。で、ヘスティア使えるのか。そういえば、10日も進化もコスト19ぐらいだった気がするな。ってことは、リトエルリーダーじゃなくてヘスティアリーダーでもワンチャンありじゃなかろうか。いやでもな、ヘスティア使うんだったらリトエル使うか。英語マだし、コスト9だし、全然使ってありでしょう。まあ基本みんなトゥールラの方が多い気はするけど、どうなんだろうな。まあこういうのは始まってみないと分かりませんよと。さあ、スプラのお魚さんを召喚しに行きましょう。
バナゴマ何だったんだろう。基本ね、レニアドとか返し罠、特殊返しの罠か、ランドシャーク、あ、ランドシャークはマゴマ10枚以上の条件があるからほぼないか。コスト9だとサヤカとかも入ってきますから、まあ、そこら辺は気をつけておかなくちゃいけない。さあ、ヘスティア返します？まあ返さなくていいか。ラサス特殊出して、まあでも全然ね、お相手さんも特殊ダメージ出してきちゃってるんで、まあどこかで朝倉陽を一発ぶん殴っていかなくちゃいけない。そうだ、火力出さないと。リトエル持ってるから、もうすぐ出しちゃっていいんですよ。ダメージを出していきましょう。さあ、ラサス取ってくるか、取ってこない。しかも罠ゴマ。嫌だねー、その罠ゴマ。ちょっとその罠ゴマは何よ。いやー、どうするべき？ B4 行く？でも B4 行くとかなりダメージ出ちゃうからな。X か。これで1000出るよね。よし。さやか回収。で、これ B4 入ってこられるのかな？どうする？ B4 入ってきたら。盤面取りに行きます。やられそうな雰囲気しますけど。ね。なんかボッコボコに殴られて、盤面取っても飛ばされるっていう未来が見えてくる。いやでも、こうなっちゃったらもう、ね、角取り行って、朝倉陽を置いて、回復しながらリトエル打ってっていうのがありなんじゃなかろうかと思ってきました。さあ何引く？アラジン。どうしよう、ダメージカット貼るか。でもコンボが毒ダメージだからな。もうダメージ出していきましょう。で、これで3枚返ししてもろて、朝倉陽を置いてリトエルで、飛ばないな。もう一旦耐える必要がありそう。ただ特殊ダメージだったら、今スプラのお魚さんのダメージカットがあるんで、うわぁ、そこでホーリーか。ホーリーはダメだよ。そういうことしちゃ。でもこの進行したから、もう角を行くしかないよね。ドリスなんて打ってる暇ありません。そして僕の体力は1万しかありません。クソ行くぜー。これで、体力どんぐらいだ、お相手の。8400。朝倉よ2200。で、あ、いける。あ、ダメだ。ダメだ。ホーリーがある。くそー、ヴィーナスのホーリー忘れてた。2200、4800、7000でしょ？通じ合わして。うーわー。シェムキリーのせいでさらに飛ばなくなりましたとさ。リーサル狂っちゃったね。じゃあ僕もお相手さんのリーサル崩しますか。ランのコンボ使われてもまあ回復ぐらいしかしないでしょう。で、僕の回復は1000ぐらい回復してくれるよね。オッケーオッケーオッケー。アラジンの4枚、アラジン5枚返しか。大丈夫か。お相手さんにアラジンがあったらちょっとやばいかな。まあそこら辺は考えてもダメでしょう。逆に7000飛ばされる可能性もありますから。お相手さんラサスのコンボありますし。あらー、それはやばい。ミューナリスはね、予想外です。全然飛ばなくなっちゃった。あ、飛ばなくなってない、全然大丈夫。マルドゥック最高。やはりインパクトは必要でございます。はい、気持ちいい。大事、保険は大事。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。こういうのですよ、多分カップ戦はこういう対戦が多いと思ったら、お相手さんそんなに体力が高くない。多分トゥールラでもちゃんと組めば2万8000ぐらいの体力はいくと思うんで、カップ戦の上位の人たちはゴロゴロと2万7、8000台のトゥールラがいるんでしょうね。そこに勝っていかなくてはいけない。もしかしたら神タンで組む人だったら2万9000いく人もいるんでしょう。僕のこのデッキも2万8800ありますからね。プラス振れば2万9000いきますよ。まあ、僕は振らないですけど、さすがにね、マルドゥークには振れるけど、朝倉陽とヴィーナスには振れませんわ。そんな。ねえ。はあ。さあ、トゥールラ置かれました。眠いな。最近寝不足が続いてる。まあ、ずっと言ってると思うんですけど、夜中に起きてしまうんです。なんでだろうね。9時から11時の間に睡魔が訪れて、目をつぶると起きたら2時3時、そっからずーっと動画見たり、オセロニアの編集したり、オセロニアしたり、そういうことをしてると、あら不思議、外が明るくなってくるではありませんか。
やばい生活しちゃってる。仕事に支障がきたすって。まあ編集したら寝よ、ちゃんと寝よ。しっかりと睡眠をとって次の日仕事に行きましょう。さあ春とリッチ、これってコスト上がってもいないし下がってもいないような気はする。はい、ファヌエル君。まあこれは朝倉よう投げちゃっていいでしょう。行きます。てか前の試合もそうですけど、リトエル投げてね、ちゃんと今回は投げます。すいませんね、リトエルの動画なのに。いや、リトエルの動画ではない、カップ戦の紹介動画だ。3個あるんだから。ただこの試合はリトエルを主役にしてあげたいので、アラジンを打ってからのリトエル。お相手さんはなぜかしらティルートを置いてくれたので、まあコスト1500代償してもらえますか。あ、コストじゃない、コンボ。そうすれば、アラジンのコンボでいけるかな。いや、まだアラジンのコンボじゃない、もしかしたら、ローリアンかもしれないと思ったら、普通にアラジンで罠ごまと。その罠ごま、そうだな、踏み穴ではないと思うし、多分さやかでしょう。というか7400か。飛ぶんじゃね。リトエルさん、いけちゃう系ですか。いけますね、さすが A 版アポロン。はーい、対戦ありがとうございました。